きました。着いたね、宇治。宇治、今日は宇治に来ました。今は宇治駅でね、京阪宇治駅かな。で、今日は何をするかっていうと、まあ最初にここから歩いて宇治神社が有名なので宇治神社に行って、その後この辺りにある福寿園さんの、なんていうんですかね、工房っていうのかな、でお茶の手もみ体験をできるってことなんで、2時間半ぐらい。手もみ体験ってだってよくわかんないもんね。今日はなんかプロの方が来てくれて、ね、あの茶師さんっていうのが、茶師さんですね、はい、茶師っていう、こう職業があって、その人にマンツーマンでね教えてもらえるっていうことなんで、まあ楽しみです。でその後平等院かな、平等院だよね、に鳳凰堂、十円玉のね、うん、そうね、鳳凰堂ね、にとりあえず行きたいと思います。まあ、まずじゃあ宇治神社行きましょう。正確に言ったらこの一つ上の宇治神神社。あ、すいません、失礼します。宇治神神社そっちの、はい、行きましょう。今日も暑いですね。はい、はいはい、お、あ、来ましたね。来た。ちょっとすごい汗、うん、30度いってるね。ねえ、セミの声が。着きました。世界観。宇治。ねえ。書いてある。宇治神神社。世界遺産。行きましょう。すごい緑綺麗だね。今日もいい一日になると。そうですね、お願いありがとうございますという、ここに導いていただきありがとうございますって言いました。これ言っていいのかね、うん、分かんないけど、これなんかありがとうございます。ちょっと写真撮っとこうかな、うん、はい、はあ、これだ多分。あ、福寿園、着いた。福寿園の工房。工房ですよ。うん。宇治茶工房。ここでいいのかな。じゃあやりますか。手もみ。はい。はい、お願いします。すいません。そしたら、お願いします。はい。手もみ茶作り体験ということで、はい、お手伝いさせていただきます。モルギッチと言います。よろしくお願いします。成分が出やすくなるんで、しっかり揉んである方が美味しいお茶になります。はい、まあ、ちょっと触っていただけたら。はい、どうぞどうぞ。ああ、しっとりしてますね。結構じゃ強めですかね。そうですね、強めで、ここら辺で揉むんじゃなくて、手の付け根、うん、付け根あたりで揉んでもらうと、パラパラパラっと。指の付け根ですか、ね、そうですね。ああ。なくなるように。乾かしながら揉んでいくっていう感じなんで。あ、じゃあ乾かすっていう意味もあるんですね。あ、そうですそうです。はい、これ下、ここら辺とか触ってもらったらよくわかると思うんですけど、あったかい、下からね、この熱を加えて、はい、乾燥させてるんです、はい、次の工程にいけそうですか。ぼちぼちいけそうですね、はい、
これってこれだけでどれぐらい飲めるんですかね。ね、ほんで600とか700ぐらいのお茶になるんで、1人3グラムやったら何回、200何回とかちゃうんですか。すごいすごい。他のね、産地の、はい、あの手もみの技術とかやと、さっきやってた工程で最後まで仕上げていくんですけど、はい、京都だけちょっと違うくて、この板ずりっていう工程、はい、この板を使って最後にもう一回水分を抜く。難しい。これでも何分、20分ぐらいもう やってますかね。そうですね、はい、結構かなり水分が抜けてパラパラ。そしたら、はい、この上に広げて乾燥させていきましょうか、はい、広げるような感じで。次はあのお茶の入れ方を、はい、していきたいと思います、はい。じゃあ美味しいお茶の入れ方をお願いします。急須の下のちょっと埋まるぐらいですかね、うん、結構たっぷり、うんうん、結構たっぷり。確かに。で次あの湯飲みの方に、そしたら入れていきます。これぐらい入れて、ね、1分30秒1分30秒。うーん、結構あの温度下げているんで、はい、あのちょっと長い目だと思います、うん、この中のね葉っぱを見ながらでもいいですし、はい、ちょっと開いてきましたよね、少しね、茶の葉っぱが。本当だ。で少しずつ1、2、3、3、2。しっかり。へえ、うん。で次2煎目もね、美味しく飲むためにこう最後まで絞り切って、こう蓋を蒸れないように開けておきます。甘みも感じられると思います。どうすか。ああ、いや、なんか飲んだことない味です。ちょっと飲んでほしい。いいんじゃないでしょうか、はい、それで蓋をまた開けておいてもらって、はい、はい、はい、さっきよりも渋みがぐっと立って、あ、煎茶らしい味というか、うん、また違う、うん、違う味ですね、うんうん、ありがとうございます。美味しいですよ。美味しいですね、うん、どれぐらいの量ってことですか。いや、もうあの、うん、全部持って帰ってもらってお母さんにあげよう、うん、じゃあこれから与えたいと。はい、行きますか。1時間ですね。1時間でどこまでできるか、はい、1時間で何ができるんですかね。いや、そんなでも簡単なリズムで、あ、本当ですか、リズムだとか、はい、まあ、をつなげていったりとかすると、まあ、曲っぽくなっていきますので、はい、その辺でちょっとできたらいいなと思ってます、はいはいはい、1時間和太鼓体験しに来ました。
だ和太鼓って僕幼稚園の時になんか触ってやったぐらいかな多分。なんでな二十何年ぶりに楽器をね触んないからね。はい、まあでも1時間でどこまでできるか見ててください。お願いします。はい、そうね、おかげでそうね、いいそうね、はい、左手あげる、そうね、そうね、どん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 、どこどこどん、いや両手が、はい、すいません、最後に、はい、はい、まだ難しい、はい、そうそうそう、衣装ですからね、だってこれ衣装と一緒ですから、気合入りますよっていう形で、はい、じゃあ演奏一応、はい、させていただきます。お願いします。はい、こちらよろしくお願いします。はい、じゃあ頑張って、はい、今日の練習の総まとめで、はい、じゃあ手を上げて、じゃあ行きますよっ、あ、違う、はい、だいぶ夜遅くなって、いや、ご飯をお宿で食べてきました。着きましたね。ここで、ここで、今日サラフさん、でもあの教室もやってるのかな、お茶の先生、はい、今日はね、土曜日なんでお稽古になってます。はい、で、まあ茶歌舞伎っていうね、お茶を飲み比べて、なんていう、何か当てるっていうことなのかな、っていうのが体験できるそうなので、まず先生にお茶を入れてもらって、あのちょっと多分なんか話したりするのかな、わかんないんだけど、そういうことをやって、その後に茶歌舞伎っていう体験ができるそうなので、行きますか。はい、楽しみです、初めてね。え、これなんか すごいね、行きましょう。はい、今の待ち合いに、はい、通されます。ちょっとね、結構暗い、暗めのところでね、ちょっと見てみますか。はい、あ、今日のやつはその着てるものへへとかジンベエですね。一応なんかどっかで着れるタイミングがあるかなと思ってね、持ってきたんですよ、忍ばせてきたんですけど、ご飯食べてちょっとシャワー浴びて、ここやろっつって、まあこんな感じですね。暑いんでちょっと折ってますけど、こんな感じでやらせていただいております。はい、先生は小さい頃からお茶はやられてたんですか。そうなんですよ、もともと父母がやってるもんですから、うん、どうしようもなくそれはでもすごい染みついてるわけですもんね、もう体にも、うん、どうなんでしょうね、思春期はちょっと離れますけどねそうですね、
茶碗だけ持って、はい、サラダも膝の上でも結構ですし、そうなんですね、こういう感じで、そうですね、はい、2回ほどの香りが割と高いのと、まあ、飲まれたと思いますけどね、いやでも全然違うんだけど、あ、そう、うん、香りがすごいすごいいいです、いい香りですね、ワインのようにちょっとね、口の中に置いといてもらうと割り感じが、うん、はい、いただきます。うん、この味がするんだ、なんか渋みはあるんですけど、でもなんか甘みがね、やっぱり強い感じなんですけど、うん、いやでも飲んだことない味ですね。お菓子をどうぞ。あ、はい、ね、なんか無礼なことをしでかしてしまうんじゃないかっていう怖さはあるよね。お菓子でね、はい、取ってね、まああのしょうもないこと、はい、お箸使った先をはい、その返しの先でちょっとだけ拭くんです。こうやってどのようにこう上から持たれて、上から、はい、でここの端でちょっとこうこう、あ、挟んでこうちょっと抜き取るだけ、あ、汚れてるよほどじゃないですけど、次の人に回す前にちょっとそうやると、これもお抹茶でもちょっと知っておくと、あ、そうなんですね、必ず自分のこう紙の端でちょっとこう箸先を汚したのを拭いて次の人に回すと。なるほど、まあ覚えておかれたら、はい、こういうのを教えていただきたい。いやね、2人で対決ですので、はい、はい、飲んで何かなっていうことで当てていただきます、はい、わー、ここってこう止めとくっていう、なかなかこんだけ全国のお茶を一度に飲めるっていう機会もないですから、そう思うだけでもね、贅沢な遊びやと思います、ね、楽しくやってください。何千年になります。はい、あれ、お、一緒？一緒。一緒だよ。あ、僕たち一緒だったんですか？一緒。正解が合ってるかわかりません、ね。確かに。2点か。2点ですね。ここが入れ替わってましたから、ここ惜しかったですよね。やっぱ4本目、月入れてたら、また点数上がってたんですよね。そうですね。なんかこう、夜っていうのも良かったね、まあ、そうね、雰囲気夜っていうのもあると、まあ一日終わってっていうのもあると思うんですけど、お酒ではなくても良かったですか、この後飲もうかなみたいな、まあ、そうですね、仕上げですね、はい、いや、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。Sick.